こんにちは。新百合ヶ丘総合病院緩和ケア内科の中西と申します。よろしくお願いします。今日はがんと診断された時から始まる緩和ケアについてお話ししたいと思います。日本人が一生のうちがんになる確率は 50% を超えました。2人に1人ががんにかかる時代です。さまざまな治療法の発達によってがんと診断されてから10年後に生存している方が 60% を超えるようになってきました。以前よりも格段に生存率が伸びている今、がんは慢性疾患として考える時代となってきています。緩和ケアは診断された時から始まります。長期間にわたってお付き合いしている病気となったがん、治療や療養の辛さを和らげるお手伝いが緩和ケアです。提供される時期によって診断時からの緩和ケア、早期からの専門チームの介入による緩和ケア、人生の最終段階での援助、この3つに分けられます。1、診断時からの緩和ケアは検査・診断の時から行われる緩和ケアです。がん告知の衝撃に配慮し、患者さんがどのような不安を抱いているかを尋ねていきます。これからの治療を決めるために必要な情報を提供し、患者さんとともに治療を考えていきます。今後どうしていきたいかを考えるお手伝いもいたします。これはがん医療に関わる全ての医療者から提供される基本的な緩和ケアです。2、早期からの専門チームの介入による緩和ケア。辛さや痛みが続く場合は専門のスタッフが相談を受け、体や心のさまざまな辛さを和らげる早期からの緩和ケアを専門チームが提供いたします。3、人生の最終段階での援助、エンドオブライフケア。終末期の体と心の辛さを和らげ、ご家族の気持ちの辛さのサポートもいたします。複雑なニーズに対しては緩和ケアのトレーニングを受けたスタッフが専門的緩和ケアを提供いたします。がんそのものやがんの治療によって生じる苦しみをトータルペイン、全人的な苦しみとして表現します。4つの苦痛は互いに深く影響し合っています。身体的、精神的、社会的の3つの苦しみは家族や専門職のサポートによって解決の可能性がある苦しみです。それに対してスピリチュアルな苦しみは、なぜ私だけ苦しまなければならないのだろうという人生への問いや、この苦しみの後に一体何があるんだろうという苦しみの意味への問いや死の恐怖です。苦しんでいる人に寄り添い、精神的に支え、サポートすることで苦悩を和らげるように試みています。まずは身体的な苦しみについてお話ししていきます。がん患者さんの身体的な辛さは、1、がんによる辛さ、痛み、吐き気、しびれなど。2、抗がん剤の副作用による辛さ。3、治療による辛さ、手術や検査などがあります。がんの痛みや辛さは我慢しないで具体的に伝えてください。どこがどんな時に痛いか、痛みの強さは、辛さの程度は、痛みや辛さによる生活への影響は、辛さはどうすると良くなるか、詳しく伝えていただければそれだけ解決の手がかりが多くなり、対応・治療しやすくなるので症状改善へとつながります。次は精神的な苦しみについてです。がんの告知を受けた場合、誰しも気持ちが揺れて何かの間違いに違いないと事実を否認することがあります。これは自分を守るための正常な防御反応です。少し時間を経て告知のショックを乗り越え落ち着いてくると、気持ちの落ち込みや不安が襲ってきます。この図はストレスへの心の反応を示しています。大きなストレスがかかった場合、漠然とした不安や気持ちの落ち込み、不眠などが起こります。こうした時期を過ぎて自分の治療について調べ始めるなど、現実的な行動を開始し、日常生活に支障がない程度に落ち着くまで大体2週間程度が必要だと言われています。適応が難しい場合にはなかなか日常生活に戻れず、適応障害やうつ病になる方もいらっしゃいます。ひどく落ち込んで何も手につかないような状態が続いたり、
生活に支障が続くようであれば適応障害やうつ状態なのかもしれません。強いストレスを受けた時などには誰にでもなる可能性がある心の状態です。専門的な治療が手助けとなりますので、このような不安や落ち込みの状態が続くようであれば、ぜひ周囲のスタッフにご相談ください。3つ目は社会的な苦しみです。身体と心の苦しみとともに現実の生活を維持していく上で生じてくる苦しみです。仕事の継続の問題、経済的な問題、家庭内の問題などです。がん相談支援センター活用についての国立がん研究センターホームページからのスライド引用です。左上のがん診断時に収入がある仕事をしていたがん患者さんのうち、退職廃業された方が 19.8% いました。この方々のうち、診断確定前から初回治療前までに退職廃業された方が 56.8% を占めました。がん相談支援センターでは、がん患者さんの就労しながらの治療を継続できる制度の情報などを提供していますが、残念ながらがん相談支援センターの存在自体をご存じない方が 33.6% もいたということです。一度退職してしまうと、それまでのキャリア継続や再雇用が難しいことが多いため、退職の決断までに支援の情報を得た上で考えられることをお勧めします。当院のがん相談支援センターです。正面玄関を入って左側にあります。がんについて詳しい看護師やソーシャルワーカー等が、がんとがん療養に関わるどんなことでも相談員として対応しております。ただし担当医に代わって治療についての判断をするところではありませんので、その点はご留意ください。また新百合ヶ丘総合病院では緩和ケアチームがあり、入院患者さんへの緩和ケアの提供を行っております。多職種でチームを組んでおりますので、いろいろなニーズに対応しています。また各病棟には緩和ケアのリンクナースがいて、病棟看護師と緩和ケアチームの連携をとっております。これは当院緩和ケアの病棟です。第1回のコロナ緊急事態宣言後、2020年6月に回答いたしました。コロナ禍で家族を招いてのイベントや自由な面会は困難でしたが、クリスマスや節分、七夕などの季節の行事は感染に注意しながら行っています。結婚式をデイルームで挙げた方が2組今までいらっしゃいます。最後まで病棟で過ごされる方、症状の安定を図って在宅療養に切り替える方など、患者様ご家族の希望に添えるように皆で努めております。これからのがんの緩和ケアとは、がんの診断とともに始まり、切れ目のない長期にわたる緩和ケア、入院、在宅、緩和ケア外来など連携して提供できる緩和ケア、地域格差のない均等化した緩和ケア、これらを患者さんの満足度を目安に提供できることが理想です。まずは一人で悩まず、周囲の医療スタッフにご相談ください。